命に感謝していただきますし、はあ、なんか この位置に定着しそうな気がしてきたぞ。すごくこのキッチンとこのテーブルの高さがもうやばいね。しかもまた全部取れるっていうね、ここからね。あ、水入れるの忘れた。水も飲めるしね、すぐ。ここになっちゃいそうな気がする。先日話しましたあの謎の事件あったじゃないですか。あの謎のさ、謎のあったでしょう。匂いの元は何だったっていう。まあ川で川だったんですけども、でね、結局乾燥させてしっかりもう念入りにやってどうなったか、結果はね、この結果をお知らせしたいんです。あ、やばい。2枚しかない。今日カットしないといけないな。カットというか、まあ折り目をつけて。今まで間違った。ハサミでやってたわね。高菜ちゃんですね。高菜ちゃんにごま油をたっぷりかけて、海苔は2枚しかないから、まあ切ればあるんですけど、ちょっと今切ってらんないもん。ちょっと狭いけどね、ちょっといろいろ置けないけど、飽きないようにね、途中でね、あのなんだっけ、あのあれつけてね、とろみつけて食べるんですよ。迷うね。ちょっと醤油という手もあったんですけど、あ、そう、それだよ。気になっちゃって夜も、そして夜2回ぐらいその筒の匂いを嗅いだわけです。嗅いだわけですよ。でも気になっちゃって気になっちゃってね。で、結局匂いは取れたのか気になるでしょ。実はですね、これがまた取れてなかったんです。
でも面白いことが分かった。もうあと一杯分ぐらいあるんですかね、このスープだ。次はまた違うものに変えよう。味噌かな。あのね、匂いがついてた部分はちょっと面白いですよ。まあ、昨日の時点では気づかなかった気づかなかったのか、それともあの靴全体についてたのか、それはちょっと昨日の時点では確認できなかったんですけど、靴底からによってました。しかも中からじゃなくて外の下底、靴をこうやって匂わないとそこから匂うんですよ。靴のとこからあのゴムの部分、びっくりでしょう。まさかでしたね。これからどうするか、この一回また同じように履いてみて、外でね、でどういうふうにこう変化が出てくるのかって言っても、でもある意味怖いよね。靴底に匂いが残るってやばくない？やばいよね。いや、おそらく、ね、そのゴムじゃない、そのゴムと何かしらの反応を起こしたんじゃないのかなって俺なんか思うんですよね。いや、専門じゃないか分かんない、適当に言ってるよ、そんな気がしただけ。謎っていうかちょっと怖い。
だ履くのちょっと怖いけどね。あのに、ほんと臭いから、びっくりするぐらい臭いよ。もう本当に嫌いな匂い。それか、ブラシかなんかでさ、石鹸つけて、こすってみようか。裏面を。なんかあまり、洗った方がいいのかもね、最初にね。そうやって履き続けると、またなんか紫外線当たって、なんか化学反応起こして、なんかその、ゴムの中に浸透していくとかさ。専門家じゃないから分かんないけど、異常ですよ、あの匂い。ここね、ここがすげえ心地いいから、なんか後ろに今のロゴのやつでもいいね。一枚使ってるしな。ないと思ったんですよ。出そうこれ最初に。あ、もう辛い。辛っ。今、あ、辛っ。辛い。辛い。今爆弾感だな。スープ自体そんな辛くないんですよ。爆弾入れたでしょ。噛んでしまった。
全部辛くなってる。口の中が辛すぎて見て汗出てきたでしょ。口の中が辛すぎてスープは普通にいかない。これはかなり口が痛い。120粒入ってるってことは、あ、4ヶ月分入ってるのかよ。それはなくなんないよな。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に。残り限られた人生を地球のために使ってください。まああのね、臭い匂いをねたまに嗅ぐんですよ、取れてないような。今でもね、今ちょっとあることやってるんですよ。あの殺菌を取ってくれるあの物の近くに置いてる。まあ意味ないかなと思ってるんですけど、なんかいろいろやってみようと。このまま履いて出かけるのってどうなんだろうと思いませんか。だってまだ匂いが残ってんのに、そのしかも裏底のゴムの部分に残ってるんで、まあ、中はなくなったけど、なくなってはいるけど匂いはしないし、周りもしなくはなったけど、またその下のゴムからこう上がってきたりとかすんのかなとかいう、ちょっとそういう不安がすげえ。しかもなんか中に浸透していったらどうしようって、その中ってゴムの中ですよ。はあ、困ったね。まあちょっと考える。で、ちょっと気になったんですよ。もしかして普通の、なんていうの、靴、シューズのゴムって、もしかしてこんな匂いするのかなって逆に思ってきたんです。むしろ。ゴムしか匂わないから。で、慌てて、下駄箱開けて、すべての、あの、シューズの裏目を匂っていった。全くしなかった。やっぱりあの靴はね、恐ろしい匂いがします。もうあのね、すっげえ酸っぱい匂いと
海藻の匂いが混ざってんすよ、もううわっていう、この生まれて初めて嗅いだ匂いですよ、ああいうのは。でもなんか混ざってんすよ、なんかしら何かが、得体の知らない何かが。いや怖いや、あれもうあそこの川がもうめっちゃ怖くなったよ本当に。あそこの、あそこのさ川の近くで測ってみよう。ない。ないないない。あれ？あれ？あれ？ない。ない。ちょっとない。ちょっと探そう。それではまた。ない、あれあれあれですよ、あの化学物質を測るやつがない。